失神、失神、失神とは、大脳皮質全体あるいは脳幹の血流が瞬間的に遮断されることによって起こる、一過性の瞬間的な意識消失発作である。気絶、速倒とも、通常は数分で回復し、意識障害などの後遺症を起こすことはない。失神が起こる前に、目の前が真っ暗になる感じや、めまい感、悪心などがあり、 その後顔面蒼白となり、ついに意識が消失する。また、失神の発作は、立っている時に起こることが多い。ただし、在で発症する場合が30から40%あり、例えば背もたれのある椅子に座った状態で失神すると、寄りかかったまま意識を失い、失神が長く続く原因となる。失神が立位で発症する場合にも、突然に血圧が低下して転倒する場合、 徐々に血圧が低下して、崩れるように座り込む場合など、発症時の様子は様々である。失神が起こるのは、通常、数十秒から数分間と比較的短い時間であり、その後は自然に意識が戻り何らかの後遺症が残ることはないが、以下のような場合には注意が必要である。このような場合には脳などに重篤な病気が起こっている危険性があるため、 救急要請の検討も必要である。発症基準のよって、起立性低血圧、反射性、神経調節性失神、心原性、神血肝性失神の3つに対別される。失神の診断、治療ガイドライン2012年改定版では、下記との鑑別が必要とされている。大脳皮質全体、あるいは脳幹の血流が、 瞬間的に遮断されるような病態で失神は起こる。頻度としては、ほとんどが循環器疾患である。脳血管障害、特に血矢によるものは、非常に稀である。これは解剖学によって説明ができる。大脳皮質全体の血流を遮断するには脳を、管流する4本の血管、左右の内形動脈と、椎骨動脈を同時に遮断なければならない。血管病変では、 これは非常に可能性が低い。事実、多くの格闘技でいわゆる締め技でも瞬時に相手を失神させることはできないことから明らかである。例外として、脳底動脈が遮断された場合は、失神を起こし得る。症状が意識障害のみでは、チアの診断基準を満たすことはできない。脳底動脈領域のチアの場合は意識消失の前、または後に、神経脱落症状、 福は、福祉、変麻痺、小脳失調、脳神経所見が認められるのが一般的である。失神で特に危険なのは、知識不正脈、すなわち、心室細動や心室頻迫が一過性に起こった場合である。知識不正脈による失神は本当に瞬時に起こる、ため、受け身を取ることができない。そのため、顔面外傷などの合併を見たら、念入りに、 心疾患を探さなければならない。失神の患者を見る場合は必ず失神の原因検索。大抵は不整脈が原因なのでまずは、心電図、必要なら不整脈の原因となる。心疾患を検索すると外傷検索を同時に行うことである。特に頭部だ僕では、ネックカラーによる固定、必要ならば、ジャテックプロトコールにて対処を行う。わずかながら存在する。 脳血管性の失神の場合は失神後、頭痛や麻痺などの症状が伴う場合が多い。このような神経学的異常や頭部外傷を認める場合は、頭部 CT も施行する価値はあるがルーチンとしては特に必要ではない。失神後痺れを訴える患者などでは非常に悩ましい。近年、脳ドック普及などによって微小拘束が数多く指摘されるようになり、 それに伴い痺れを脳梗塞の専具症状と捉え人もいる。しかし基本的に痺れは、ほとんどの場合は、脳血管障害と関係はないとされている。重要な情報としては病歴に、頭痛、悪心、下痢、吐血、下血、メレナなどがあるか、バイタルサインの動き、眼検結膜の貧血、首動脈狭窄音、診雑音。 直腸心による便潜血などがある。検査としては、一般的な検査のほかに、血糖、ラピチェック、トロップ T、D ダイマーを測定することが望ましい。血液が過ぎて代謝性アシドーシスがないということは、経攣との鑑別となる。救急室では34%もの死診の原因が不明となってしまうとされている。厳密な原因の分析が困難な場合は、 重篤な疾患のスクリーニングを行う場合がある。この時に重要視する失神の原因は大きく分けると4つであり、心血肝性失神、起立性失神、特に出血、脱水、貧血、血管瞑想神経反射性失神、薬剤性失神である。これらの原因のスクリーニングとしては、心電図、地産、妊娠反応がよく用いられる。 失神の患者は重篤な不正脈がある可能性があるので原則としては入院が必要である。ただし、神経厳正失神、起立性低血圧、飲酒時の失神、心因性失神と診断がついていればそのまま返すことがきる。またこれらの診断のみならば予後が変化することはない。見落としがなければ、高齢者の場合は入念な精査が必要になる場合もあるので、 入院を念頭に置いた方が無難だとされている。新血管性失神であった場合は1年後の突然、死のリスクが18から33%もあるため、最も重要な原因の一つである。新血管性失神を除外できない場合は、入院が必要となることがある。新血管性失神の赤旗兆候、レッドフラッグとしては、以下の項目が知られている。 心電図以上には、心室性不正脈、毛母 G 型やサンド防湿ブロック、虚血性変化、QT 延長症候群、除脈性心房細動、足ブロック、WPW 症候群などであり、人食い的 ST 変化は含めないことが多い。リスクの評価としては、予後分析である E シルリスクスコアや、入院適応を決めるサンフランシスコルールというものが、知られている。 65歳以上、既往歴で心疾患、専務症状なし、心電髄状ありがそれぞれリスクとなり、その数によって生存率が分かれる。該当項目が0個ならば1年後死亡率0%、1個ならば0.8%、2個ならば19.6%、3個ならば34.7%、4個ならば57.1%となっている。 収縮気血圧90メートル MHg 以下、息切れ、鬱血精神不全の気用、心電図以上、ほら調律以外、以前の心電図より変化、ヘマトクリット30%以下のうちいずれも認めない、場合は入院精査を行わなくてよい。肺高速、大動脈乖離の否定には、D ダイマーの測定が有効とされている。特に出血、脱水、貧血が重要な原因となる。 出血の原因としては、女性期、消化期が最も頻度は高い。海洋の気温、タールウィン、血便の有無、肝硬変、生理の状態は確認する。起立性失神の場合は起立後3分以内に、バイタルサインの変動が認められることが多く、血圧が 20mhmHg 以上低下したり、収縮期血圧が9 0 m m h g 以下に、 なったりが安全暗黒感を訴えたりする。起立試験は、救急室でも施行が可能である。急性期出血の場合は、HB の低下を伴わないことが多い。海洋の気泡があった場合、進化物痛や痛がある場合、貧脈を認めた場合は、警備医官を用いて胃からの出血を確認することができる。また、直腸診にて、消化管出血を確認することが多い。 頻度としては、最も多く、用語は、最も良い。律や罪で発症することが多い。長時間の起立、疼痛、驚愕、怒り、予測外の視覚、聴覚刺激、肺弁、肺尿、咳、ストレスが先行する場合が多い。老人は、食後の頭部居上状態で起こりやすい。また、アルコールや睡眠薬の使用も、血管瞑想神経反射性失神を起こしやすい。 酔っぱらいが居酒屋のトイレで排尿し失神したといった病歴が典型的である。近年は原因不明の失神のセ5 0が神経調節性失神ではないかとされている。これは血管瞑想神経反射性失神、状況失神、経動脈過敏症、自律神経失調症、ポツ、ポスト、オーススタティックタヒカルジー神経部が含まれる概念である。 ヘッドアップティルト試験にて診断がつくが、ティルト後、約45分ほどのモニターが必要であり、救急室では診断はまず可能である。起立性低血圧を起こすもの、QT 延長症候群を起こすもの、除脈を起こすものが原因となりやすい。アルファ遮断薬、硝酸薬、利尿薬、高圧薬、高パーキンソン病治療薬、睡眠薬、高精神病薬、高鬱薬、 甲府安薬などが知られている。薬甲府整脈薬、マクロライド系抗菌薬、酸関系抗うつ薬、抗アレルギー薬、有機リン、ハロペリドールなど、ジギタリス、ベータ遮断薬、カルシウム喫抗薬など。失神の原因は多岐にわたるため、海外では、シンケプユニットと呼ばれる専門の診療部門を設置している病院がある。日本では、 失神外来などの専門外来のある病院もあるが、通常は循環器内科、神経内科、一般内科などが診療することが多い。失神患者は救急室受診者の3%を占める。一般の市民を対象としたフラミンガム研究によると、26年間に失神歴を有した人は男性3.0%、女性3.5%であった。 失神の原因としては2000年代中盤のデータでは反射性36から62%心源性10から30%起立性2から24%脳血管性1%とされている。日本語のオープンアクセス文献楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。